そもそも発電というのは水や蒸気の力でタービンを回して電気を起こす。これは原子力、水力、火力でもうちがやってる地熱発電でも同じです。水が流れる落差で水車を回して発電をするのが水力発電。原子力や火力では水を熱して蒸気にし、蒸気の力でタービンを回して発電します。つまり水を沸騰させるコンロの役割が火力なのか原子力なのかっていう違いですね。地熱発電では地球の中の天然のコンロを利用します。マグマです。地下にはマグマによって高温になった地下水が溜まっています。熱水だまりと呼んでいるんですが、そこに深い井戸を掘ってパイプを通してやると地下から熱水が噴き上がって地表に出た時には蒸気になっている。地熱発電はその蒸気でタービンを回し電気を作るんです。化石燃料を使わないから CO2 の排出量もほぼゼロ。天候にも左右されず24時間365日安定供給できる。しかも日本は世界第3位の地熱資源国で、原発の約20基分にあたる資源量が眠っているんですよ。まさに夢の発電ですね。そうでしょう。さらに今うちでは高温内発電の研究を進めていて、地熱がそんな素晴らしい発電方法ならどうしてもっと開発が進められてこなかったんですか？それはまあ